怖いね。落ちないよ、本当に。皆さんこんにちは、川辺ゆき子です。皆様、髪の毛どんな状況になってますか？私はもうね、こんな風になってます。結構これぐらいもうね、真っ黒になっちゃったので、本当は美容室に行きたいんですが、休養っていうわけでもないので、これを買ってみました。じゃらん、セルフカラーリングの商品、イエーイ。まあね、しばらく自粛が続くので、そんなに外に出ることもないだろうし、いっそのことね、どぎつい髪色にしてやろうかとも思ったんですが、今まで通りの髪色にちょっと染め直すというのをやってみたいと思います。約9年ぶりぐらいのセルフカラーリングですが、さて、うまくいくんでしょうか？ぜひとも見守ってください。どうぞ。それでは早速開けてみたいと思います。てかこれなんか牛乳パックみたいなデザインですごい可愛いですね。見た目で選んで買いました。薬液1と2、ヘアトリートメント説明書ですね。これちゃんと読まないといけないですね。手袋も入ってます。ケープがないのでバスタオルをかぶってみました。それではまずは顔の周り、生え際にね、油分の含まれているクリームを塗っていきます。これはね、結構ここくっついちゃうんですよね、薬液が。それを洗い流す時により落ちやすくするために塗っていくやつ。これちゃんと塗らないと結構後悔するやつ。私はハンドクリーム塗ってます。はい、塗ると薬液を作っていきましょう。いけ。あ、出なかった。いけー、ズドーン、シュ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 、混ぜる。ポー、完成。グローブ装着。いいさ、いくぜー。ライト、てん、のけた。はい、適当にまず分け目のあたりからここら辺に揉み込んでいきましょう。ちゃちゃっとやるぜ。途中で足りなくなったらどうしよう。揉み込め、揉み込め。大丈夫かな、これ。ちゃんと。これ。ちゃんと。これ。すでに不安になってきた。ちゃんとムラなく綺麗に塗れるんでしょうか？塗り方間違ってる気がする。頑張れ。なんかこうやって自分でやってみると、やっぱりね、やってもらうのがいかにありがたいかすごい感じます。どうするこれ？これどうする？一体前にやる？なんかシャンプーしてる気分になってきた。これは染まらなかったとしても薬液のせいとかじゃないと思う。完全にやり方の問題よね。濡れてるか濡れてないかの問題だと思う。はぁ、すげえ。ドベーっとついてるな。まあファンデーションも塗ってるんで、まあ落ちるでしょう。ポコッと止めて、はぁ、完成ー。全然落ちない。やばいね、落ちないよ、本当に。結構拭いてんのにまだ残ってる。しょうがない。とりあえず洗い流していきます。はい、洗い流してきました。どうですか、こんな感じ。根元こんなのすごい綺麗に染まったんじゃないですか。おー、ということで大成功、イエーイ、やったねー一時はどうなるかと思ったよ。ここもまあなんとなくこういう風にね、ちょっと跡がまだ残ってるかなって感じですけど、まあ、離れたりとかパッと見全然気にならないし、説明書に書いてある通りだとすれば数日間でなんか、まあ、自然に消えるってことですからね。うん、よかったよかった。こんな感じです。これこんな、うん、いいね。ちゃんとカラーリングすると気分が上がります。もうやってよかったなって感じです。今回使ったやつが泡タイプじゃなくて普通のね、ペースト状のやつで、しかも塗り方、皆さん一緒にね見てもらった通り、あんなもう適当な塗り方でこれぐらい染められるんで十分だと思います。是非とも美容室に行きたいけど行けない、自粛だから行かない、でも髪は染めたいと思っているあなた、ぜひともセルフカラーリングしてみてください。今日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。